翔平打ってくる。おー、入れのシュート巻いてきた。こぼれてきたところ押し込んで、ゴール前、井上だ。うわっ、花とのヘディングシュート。小池か、左に託すか、小池に託した後ろを使った佐藤幸美がシュート決めた。左足、福田のヘディング決まった。小池が決めた。小池が決めました。今シーズン初ゴール。井上、福田が高い位置、低いボール、福田シュートを決めた。まあやり続けてたことをまあぶれずにやろうって試合前は監督が話してたんで、それをしっかりグラウンドで表現できたかなと思います。僕はまあ味方にパスを出すだけなので、しっかりそれを決めてくれる選手がいてアシストをつくので、まあ決めてくれた選手に感謝してます。次のミッド戦ですが、ラゾーンを見てもらえればもらうほどクラブの支援になります。ぜひ皆さんラゾーンで応援してください。そして一緒に勝利を分かち合いましょう。よろしくお願いします。